やっといていい、はい、中にこういったもの入ってまして、はい、温泉街で使える射的券、切り取って店主にお渡しください、はい、間違いだ。違うの？これ何？こんにちは。これ右左両方どちらも使っていただきます。で、じゃあ始めましょう。車掌高山、車内アナウンス坂下、アップを釣りましょう。天井のマンはスナップ&ミスターチョイ、地方ママです。および地方ママがお客様にドリンクをお配りいたします。アルコールありなしをママにお伝えください。テーブル内席にお座りのお客様がドリンクホルダーをお配りいたします。電車が揺れますので、起こさないようにお気をつけください。それでは、終点まで本日限りのスナックトレイン、ネオ・ネオン号をどうぞお楽しみください。お待たせいたしました。何しましょうか。ビールお願いします。ビールとビールでいいですか、うん、はい、ビールとビールです。はい、お待たせいたしました。いや、嫌です。何がいいですか。ビールとサワーをください。ノンアル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 ノンサンキュー。改めまして皆様ご乗車ありがとうございます。本日皆様とスナック列車ネオネオ号ということです。ネオネオタンクの坂下彩香と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ネオネオンは千葉市観光地、市中千曲観光局によるスナックの魅力を再定義して伝えるプロジェクトです。今回は平野鉄道の車両 SR 版系ライナー車両を貸し切って軽井沢から温泉街に向かいます。スナック&喫茶ジョイの千穂ママが乗車した電車でスナック気分が味わえるイベントになっています。途中でネオネオンの取り組みであるナイトサンデーもお配りいたしますのでお楽しみにしてください。途中停車はいたしますが皆様のご安全のため途中下車はなさらないようにお願いいたします。車内にはフリー Wi-Fi が通ってございますのでぜひハッシュタグネオネオンで旧 TwitterX や Facebook などで本日の様子を発信していただければと思います。お手洗いは車両中ほどにございますので皆さんご利用ください。それでは皆様スナックトレインネオネオン号を引き続きお楽しみください。皆さん乾杯。こっち顔お願いします。はい、行きます。はい、チーズ。あっちを出していただいて中を開いていただくと実は番号が書いてあります。今からチホママがくじ引きをするのでその番号が当たった方は前に出てきていただいてこちらで一言お話しいただきそしてオリジナルグッズをお渡しさせていただければと思います。8番の方、はい、ぜひ前にお越しください。どこから来たかとお名前と、はい、こっちがしゃべる、ね。あ、はじめまして。栃木県日光市から来ました木戸理恵子と申します。はるばる日光からこのお酒を飲むスナックトレイン楽しみに来ました。なんかもうこの雰囲気がすごく
く楽しくてもう酔いそうです。ありがとうございます。はい、キーホルダーですね。ありがとうございます。皆さんこんにちは。東京から来ました佐々木和弘と申します。今日は楽しみで、ネオンはまだ輝いてませんけれども、こういった雰囲気でまず酔ってからこの後、温泉街の方に行って、もう一回スナック楽しもうと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。こういう席もね、座りたい人間も問題あるよね。じゃあ乾杯しましょう。どうもすいません。これ次回も使います。でも無理よ。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。えらい静かな飲み会で大丈夫かしら。皆さん盛り上がってますか。全然。なんで暗いね、本当にね。お通夜みたいだよ。大丈夫。気持ちじゃないうちの息子の携帯みたいな。ええともちゃんと見合わせた。だからね、息子もそうだよ。あのでもこのとこから亀裂入っちゃって、この間海行ったらもうチーンってなっちゃって、さすがにダメになっちゃって直し行ったけど。乾杯。乾杯。乾杯。ありがとうございます。はい、乾杯。埼玉から来たんで。どちらから来られたんですか。埼玉市です。素晴らしい。ライオンなるほど、応援してるんですね。応援してるんで。どちらから来られたんですか。東京です。東京ですか。どこに知ったんですか。これはね、あそこにいる幹事で広報の坂下さん。広報の坂下さん。坂下さん紹介で、から紹介されてます。どうせ暇でしょ。私は戸倉からです。戸倉です。地元です。どちらでこの企画を知ったんですよ。あの、その、なんだっけな、なんかナイトワインの9月2日にあったじゃないですか。そこでチラシ配っても配られて、あ、これは面白そうだなと。そう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 です、そうです。スナックまで行かれるんですよね。そうですね。ぜひ配ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。サンデーは別料金500円になっておりますので、よろしくお願いします。このサンデぐらいしかない。
なんかそう、シャインマスカットと、なんだっけ、長野パーク、長野パーク、おー、素晴らしい。なんだっけ、忘れちゃった。クイーンルージュ、うん、これは、ちくまさんのあんず。感想しそう。お名前、坂下彩香です。ご出身、どちら出身なんですか。東京都出身です。私はもう個人で PR をやって個人でやってる、はい、じゃあ風呂敷屋さんとはまた関係なく関係はあって個人で活動してるので風呂敷屋さんの候補として、はい、まあ、業務委託的な形でその都度ご一緒させていただいていたりとか観光局さんと一緒にこういうネオネオをやらせていただいたりっていう形で、はいはい、必要に応じて企画立てたり PR させていただくお手伝いさせて、はい、イベントごとに長野に来させてもらってるっていう長野っていうか特にこの神山のそうですそうですそこですね、はい、まあこだわる理由っていうのは何かあるんですか。あ、ご縁があったからっていう、やっぱ人がいいゲストハウス泊まったのをきっかけにワ、はい、ーケーションご紹介いただいて田村さんに出会ってそこからイベント手伝わせていただくようになったりとか、うん、そこから観光局さんと一緒にやるようになったので、うん、そういうご縁もそうですし町の人たちの協力が非常にその風呂敷屋さんもそうですし観光局さんが町の人との関係性を非常に重要視してこう築いてきてるので、うん、何かやろうというときも非常に皆さん協力的だったりですとか、うん、背中を押してくれるのでこんなにいろんなことをやりやすい町ではないかなっていうので、うん、東京でもそういう活動はされてる。私は本当に会社の PR をしているので、はい、あんまりこういうのは本当ここでしかないんですけど会社の PR っていうのは企業の例えば商品だったりとか、はいはい、そういう企業 PR 今後こういう、まあ、企画っていうのはどんな形でこう進めていこうと思っているんでしょうか。そうですね、ネオネオに関しては、まあはい、今期は海外の方たちにも知ってもらいたいというので、うん、こういうメニューの英語化の対応を手伝わせていただいたりとかウェブサイトの英語多言語化の対応を今進めてます。皆さんお店各店舗がご自発的にどういうふうにやったらいいのかなみたいなところのヒントだったりとかそういうところもちょっとお力になれることによって、うん、自走できるじゃないですけれども長くこう愛されるところによりなっていくのかなと思うのでそんなところですかね。もう魅力はすごくあるので、うん、それを多くの方に知ってもらうとかでやっぱこう海外の方が増えるのでそういう方にも知ってもらえるっていうところで少しでもご尽力できるような形でお力添えできたらなというので動かしてもらえればと思います。今後ともぜひ頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。今日の感想はどうでしょうか。今日の感想なかなかない珍しい列車で、はいはい、まあ、ママのリサイタルはなくて残念でしたけど、はい、お客様同士で勝手に盛り上がってる感じで楽しかったです確かに今日楽しかったです。ああ、いいことありがとうございました。電車の中どうでしたか。いや、もう最高でした。やっぱお酒飲みながら、はいはい、そうですね、皆さんとワイワイできたんで楽しかったです。何どうですか、今日の感想はどうでしょうか。あ、楽しくて電車の中があっという間でした。はい、はい、まあ、そもそも短いですから、ね、あ、カレーザトクラカンなんですよ。カレーザトクラカンなんですよ。普通のスピードで行く。長野市内から、長野市内から、はい、来ました。何で知ったんですか。あ、誘われて。あ、なるほど、はい、あ、今日はとても楽しかったです。で、はい、電車の中の様子はどうでしたか。はい、あ、電車の中はいつもと違った音楽も流れてましたし、はいはいはい、なんか車掌さんがネオネオン号って真面目な声で言ってるのがとっても新鮮でした。うん、今日ですねインスタグラムの方で見て何度も広告に上がってきたので今回ちょっと興味を持って来てみました。そうですね、電車の中とても盛り上がりましたね。普段はやっぱりあんなに盛り上がる車内っていうのはなかなかないと思いますし、何ですか、車内放送でカラオケまでできちゃうっていうあんな経験はなかなかないと思いますので、とてもいい経験ができました。